犬塚太郎10月23日から1936年7月17日は日本の海軍軍人。第3回旅順航閉塞作戦に愛国丸指揮官として参戦。大正天皇の自重部官、昭和天皇の皇太子時代における東宮部官、日本海海戦における東伏見宮頼人親王の皇族府部官、秩父宮別党を務める。最終階級は、 海軍中将。愛国丸上院佐賀藩氏族出身。旧姓は野田。海軍兵学校二十五期を三十二名中十八番で、卒業。笠木分隊長として、日露戦争を迎え、第三回旅順港閉塞作戦では、愛国丸指揮官として参戦。負傷しながらも生還し、千代田法術長兼艦,艦長、東伏見宮頼人新納府皇族部官として、 日本海海戦を戦った。戦後は海軍大学校講師7期を卒業。第1艦隊、第2艦隊、練習艦隊の各参謀を務めている。海兵教官としては、専人幹事として41期から45期の生徒を指導した。第1次世界大戦期は、当初第6戦隊所属の妻艦長であったが、新井高艦長に転じて、 南アフリカ方面で連合国艦船の護衛任務に従事した。帰還後東宮部下に就任。6年強にわたり在任し、皇太子時代の昭和天皇を補佐。在任中に皇太子、広人親王の欧州訪問に随行している。慶淳洋艦、ゆ良、名取、川内、長良で構成された第五戦隊、深海洋行部の司令官を務め予備役となる。 1930年3月、秩父の宮別島に就任。秩父の宮妃、節子の母、松平信子は、九州鍋島家の当主、鍋島直弘の娘である。犬塚は、死去するまでの6年間同職を務めた。息子の犬塚家高は58期出身の海軍中佐で、ミネ風、明け物の格駆逐艦。1904年5月2日、犬塚は、 第3回旅巡港閉塞作戦に愛国丸指揮官として参加した。愛国丸は相模丸と共に第4小隊を構成し、12隻からなる閉塞隊の中央部の閉塞を作戦目的としていた。作戦当日は公天で総指揮官、林光雄中佐は中止を決断し反転命令を発した。しかしこの命令は各船に伝わらず部隊は、 分裂状態となる。愛国丸は、とうとうみ丸、おたる丸、江戸丸、相模丸と一団を形成した。愛国丸は布設する目的で、機械水雷を積んでいたが、犬塚は混乱した状況で両船に被害が及ぶ、ことを避けるため、無効化して放棄した。沈没予定地を目指し前進したが、ロシア軍の迎撃は激しく、愛国丸は食来しげ釜室などが破壊された。 行動の自由を失ったため、犬塚は停止位置で、愛国丸の爆破、沈没を図る。しかし、同線は爆破作業をする暇なく急激に沈没し、犬塚ら乗員は海中に投げ出された。24名の乗員中、橋舟で脱出に成功したのは、犬塚ら16名であった。戦後校4級に除されている。犬塚は、第一特務艦隊文献隊所属の、 ニータカ艦長として、コロンボやモーリシャス、ケープタウンを根拠地として活動した。当時は、独武装商船の活動や、嫌いの被害が懸念されており、連合国艦船の護衛や、警備、紹介活動に従事したのである。主な活動場所は、ケープタウンを中心とした南アフリカ沿岸である。1917年9月、ニータカに、帰還命令が発せられ、 マイズルへ到着したのは11月16日であった。小別島海軍中将、犬塚太郎助君の件、極秘明治37.8年海戦士、第1部戦記、艦4、第2編旅順口及び日に川の敵艦隊に対する作戦、第10将旅順口第3回閉塞、第5戦隊、第5戦隊、運送船護送任務報告対象6年3月20日から27日、 ありがとうございます。